道人身事故ニュース速報です。2022年9月19日12時30分ごろ、宇都宮線の自治医大駅で人身事故が発生した模様です。宇都宮線での人身事故は今年21件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。なお現在運転を見合わせており、振り替え輸送を行っています。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターもやっています。フォローお願いいたします。